元気ですか？藤田正隆です。今回のお話は途上に生きるです。私がすでにそれを得たとか、すでに完全なものになっているとかいうのではなく、ただ捉えようとして追い求めているのである。そうするのはキリストイエスによって捉えられているからである。これは新約聖書ピリピ人への手紙3章12節の言葉です。この言葉は救いを確信し、神様の恵みの中で歩み続けたパウロという伝道者の言葉です。ここには2つの象徴的な言葉が用いられています。一つは捉えようとしてという言葉、もう一つは捉えられているという言葉です。捉えようとして、それはまだ達していないことを意味しています。一方、捉えられているはすでになされていることを意味します。パウロはこのすでに救われたものとして、しかもまだ達し得ていないその完成へと向かっているのです。私たちは時にこのようになりましたという素晴らしい証を立てます。それはそれで素晴らしいことです。それによって神様のご栄光が称えられるからです。しかしそれとともに、まだなっていませんというお証があっても良いのではないでしょうか。まだ達していません。しかし捉えられたものとして希望を持って捉えようとしています。まだという過程の中、希望を持って生きていこうとするその姿に、すでに私たちを救ってくださった神様が力強く表されていることもあるのです。それは必ずしもこのように立派になりましたという結果ではありません。神様のお力によってよくされて行こうとする過程、その途上、変革、移行の途中を意味します。それはひょっとすると現在の私たちの姿なのかもしれません。最後までメッセージをお聞きいただきありがとうございました。皆様の上には神様からの祝福が豊かにありますように。